問題。本州最東端のトドが先を要し、西端は岩手県最大の都市森岡市に接している。この市は？答え。宮古市。問題。東日本大震災の津波により、1、2階部分が破壊され、現在は震災遺構として当時の様子を伝え、防災意識の向上に貢献しているこの建物の名は、答え。太郎観光ホテル。問題。道の駅太郎内にある善助屋食堂で食べることができるこちらの唐揚げが乗った料理〇〇唐揚げ丼、〇〇に入る食材は何？答え。どんこ唐揚げ丼。問題。太郎地区内にあるこの観光名所は、答え。潮吹き穴。問題。この建造物は何？答え。防潮堤。